氷山ブラック、氷山ブラックは、福島県氷山市で提供されているラーメンである。同じ福島県内の北方ラーメンや、白川ラーメンと同様、醤油ベースのラーメンではあるが、両者のスープが、いずれも澄んだ、薄い色合いであるのに対し、醤油の色が濃く、スープが黒いのが、大きな特徴となっている。黒いスープの見た目と違ってまろやかな味と評され、 福島県中通りに古くから根付いている。郡山市のパンフレットでは、昭屋麺屋信成特ちゃんラーメン本店、マス屋本店大新店、住屋の5店が紹介されている。お土産用としては、マス屋本店のラーメンが、荒屋製麺所より商品化され、マス屋本店や市内のスーパーマーケットなどで販売されているほか、通信販売も行われている。 明治時代に郡山駅前で創業し、かつて存在していた、マスや食堂の醤油ラーメンが元祖と言われており、その味をベースとして市内のラーメン店へと広がっている。人口あたりのラーメン店舗数が全国トップクラスの激戦区でもある、郡山市で長く愛されているラーメンだが、黒い独特のスープがテレビなどを通じ、郡山ブラックとして紹介されたことで、 認知度が高まり注目されるようになった。元祖と言われる前述のマスや食堂は閉店したが、その後、名前は親族によって受け継がれ、マスや文店、マスや本店が開店した。以前は雑誌や個人のブログなどで紹介されるだけで、市の公式なパンフレットへの掲載は皆無であったが、知名度が上がったことにより、2010年頃からは、 市の公式なパンフレットでも紹介されるようになった。ありがとうございます。